ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者から光り輝く高齢者にするための起爆剤の情報を配信しているところであります。今日は2024年2月の27日火曜日です。今日も3冊シリーズを言っております。その第2弾であります。第2弾は弟子藤井聡太の学び方。これは藤井聡太さんの師匠である杉本昌隆さんが書かれております。これもだいぶ来ましたね。でまたちょっと振り返ってみたいんですが、これがどうなってるかな。目次ありました。第1章が勝つ力は好きと悔しさから生まれる。第2章自分で考え抜いてこそ強くなれる。第3章が学ぶ姿勢は世代を超えて受け継がれる。そして第4章が師匠は何を教え弟子はいかに学ぶか。そして第5章が将棋を始めると考えることが好きになる。前回までの第5章の項目証拠賞味出しの言っていきますと、弟子の活躍を共に喜ぶ場、遠慮なく意見を言い合うのは最高の学びの場、子供自身に発見させる、目先の得は追わない。そして今日は2つ項目言ってみたいと思うんですが、達成することの喜びと従順すぎる子供は子供ではいけないか、従順すぎる子供ではいけない、この2つを言ってみたいと思います。それじゃあいきます。第5章の小項目は達成することの喜び、言ってみたいと思います。藤井が5歳の時、自宅近くの文元子ども将棋教室に通い始めた時は20級から始まりました。私が子供の頃は級数は10級ぐらいまでしかなかった気がします。なるべくたくさんの級を下から作った方が子供たちは1級ずつ昇級する喜びを味わえます。そこに配慮した優れたシステムだと思います。実は20級から19級、18級にはとても簡単になります。きちんとルールを覚えたらすぐに20級、何か一つの戦法を覚えたら19級です。1回勝ったら1級ある、初めはそんなレベルです。もしかしたら入門書を読むだけで20級から15級ぐらいまで上がれるかもしれません。だから20級と1級は合ってないようなもので、10級までは実に曖昧なところもあります。それでも昇級したという事実が子供からするとすごく嬉しいのです。それを励みに頑張ります。子供に達成する喜びを与えることがこのシステムのポイントです。級数が少ないと上がりにくくなります。一番下が8級だと7級まで上がるのに1年ぐらいかかります。うわぁ、これ厳しいんですね。将棋で知っているのはルールだけという子は結構います。解説書や将棋番組も見たことがない子も当然います。そんな子も一つの戦法を覚えれば級が一つ上がると思えば頑張ります。最初は将棋に興味を示さない子供でもルールを教えて勝つか負けるかのギリギリの場面に誘導します。どの子もギリギリの場面だと頑張ります。そしてギリギリで負けてあげる。そこで褒めてあげると達成感を持ち、少しずつ夢中になり始めます。目標を手の届くところに置いておく。子供からするとそれが大きな励みになる。これは将棋に限らないことです。そうですね、やっぱり少しずつ達成感があってくるとだん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 高揚してきますね。まあ、そして夢中になっていくと、これはすごいことなんですよね。次の項目は従順すぎる子供ではいけない。イベントの指導対局などで私がお子さんと指す場合、まるで二人羽織のようにお父さんが子供さんの後ろにくっついて一手ずつアドバイスをしている微笑ましい光景を見かけることがあります。これは親子で楽しい時間を共有
共有するのが目的なら構いませんが、お子さんを強くさせるのが目的ならお勧めしません。頼りになる大人がそばにいては、子どもの自主性が育まれないからです。棋士になる人の多くは、必ずしも将棋が強い家族が身近にいたわけではありません。むしろ逆の傾向が強い。個人差もあるでしょうが、負けたことを蒸し返されたり、他人と比較されたりすることは、子どものやる気を一変にそぎます。どんよりと落ち込んでいるわけではない。むしろ突っ張った気持ちで乗り越えたい子どもに対して、余計な言葉を必要ないと考えます。親にも周囲の大人にも指導者にも踏み込まれたくない領域は、若い人なら皆持っているものです。私が将棋に関して親の干渉に反発するようになったのは、小学校高学年から中学生になった頃でしょうか。親に感謝はしていても、やはり勝負には口を出されたくないものです。私の周囲の棋士、非常に温厚そうな高専年の若手棋士であっても、昔は親と大喧嘩したといった話はよく聞きます。それは決して大人が育てやすい従順な子供ではありません。でもそこから一人でやり抜く責任感が生まれます。親はいつまでも我が子が可愛いものです。しかし近くで見ていてはどうしても世話を焼いてしまいたくなります。親心ですね、ここがね。対局中は見に来ないで。将棋のことに口を出さないで。今まで素直で聞き分けの良かった子がこんなことを言い出したら親はショックです。しかしそんな時の子供は明らかに成長しようとしています。むしろそんな日が来るのを楽しみに待ちたいものです。というのね、今日の第5章の中からお送りいたしました。この、達成することの喜び、これはやっぱり成功体験を積み重ねるということもありますし、小さな成功でも、小さな勝負し、でも勝ったら、やっぱり達成感というのは人間を向上させて、前向きにさせますね。そして夢中になるきっかけになるかも分かりません。なりますね。いやいや、そんなことで、今日も藤井聡太さんの師匠の杉本昌隆さんの本からお送りしました。達成といえばちょっとそうですね。私もチャンネル登録が自分の目標に達成した時は、小さな一票でも、それは嬉しいものです。一気に高揚して前向きになります。みよちゃんチャンネルも続いてよろしくお願いしたいと思います。みよちゃん、今日も前向きに行くぜ！ゴーゴーゴー！ごきげんよう！